あれ今日は赤い服着てんね。赤だったよな。何赤だったら東海岸、青だったら西海岸、何だろう広島カープ、黄色だったら阪神。知らない。俺野球のことあんまり詳しくないんだ。いや俺運動音痴だから、あのガキの頃野球あんまり苦手で、あのすごい苦手で、あのバッターボックスだって、あのキャッチャー殴りそうになったことあるんだよ。それ以来あんまり野球に誘われなくなっちゃったっていう話。野球わかんないっす。赤ってなーにっていう。ヒゲシケイガン知らねえよっていう。俺いとこのお姉ちゃんの、あの、なんていうの、草履の鼻緒が赤だったから、お姉ちゃんにくっついて歩いてたから、あの、赤が好きだったんだよ、ガキの頃ね。うん、それだけなんですけど、何それ、あの、コリアの方の、あの、官僚の服の色っていう、そんなことは考えてなかったな、っていう。なんか偉い人は赤着るらしいな。うん、そうだな。まあそんな風に受け止められると、ちょっと恐縮しちゃいますねっていう感じなんですけど、本当ね。まあスポーツブランドの服を着てる理由は、まあ長持ちだから、長持ちすることが多いからっていう、ね、これがあるとは、ほつれにくいっていう。あの、柔道着の継ぎはぎみたいな感じなんですけど。うん、そうそう。それにしては結構高いの選ぶんじゃないとか言われるけど、それまあ、そうだな。洋服はな、あの、あ、寒くなったな。今日は寒いな。あの、セーターとか着たよね。あの、ばあちゃんの手編みのセーターとかもずっと着れちゃうもん、ね、スウェーターガールってわかる？スウェーターガールってさ、あの英語でスウェーターガールっていうのはね、あのセーター、ぴっちりしたセーター着てね、体のライン強調して、あの男を脅迫する女の子のことをスウェーターガールって言うんだって。スウェーター言って。俺、田舎いる頃ね、咳が止まんなかったんだよ。で、病院からはさ、処方薬でもう体ボロボロにされてんのに、しかも咳が止まんなくて、親父も咳が止まんねえの。親父なんかタバコも吸ってないのに、咳がどんどんゴホゴホいってるから、ああ、これ、炭疽菌テロにあったんだなと思ったんだな。それで、実際そうだと思う。炭疽菌だったんだよ。で、何なんだろうとか思ったら、まあ俺の昔のガールフレンドで陽子さんっていうのがいるのね。まあ今風俗嬢になってんのかな、わかんない。ちょっとお店どこか知りたいんだけどっていう感じですけど、あんなにセックス嫌がってたのにっていうね、昔。そんな子がいましたっていう。風俗嬢らしいなっていう。そうか、どんな現地なでやってんだろうな、陽子さんって。陽子だってよ。あんた歩くの何なのせいで。別に探しません。探してません。全然探してない、ほんと。困ってんだよね。で、他の陽子さんがうるさいんだよ。他の陽子さん、わかんない。俺、三井のさ、あの、保険に入ることハメになっちゃったんだよね。まあ、家借りるのに、あの、保険に入った方がいいんじゃないって、まあ、これ、加入条件としては、条件として加入した方がいいとか言われたから、まあ、いいかな。その方がいいんじゃないのって思って、あ、これ、一番偉い、陽子のスケバンに、
脅迫されてたんだなと思ってら、脅迫わかんねえ、どの陽光ってわかるんだろうっていうな。めてー You have me Better never have you めめてんげーダディダダディカムハンジョン・レノンかよってジョン・レノン、ジョン・レノンのソロはあんま聞かねえな、ほとんど聞かねえっていうジョン・レノンのソロなんかマザコンなのか、嫁さん好きなのかわかんねえもんな、なんだかよくわかんねえなって。あ、俺おばちゃんのグラビア見るの好きじゃん、あれな。まあ欧米人から見たら日本人の顔って童顔に見えるのかもしんないけど、まあアジア人から見れば俺はもう50代の親父だよな。親父にしか見えねえよな。親父がなんか酔っ払って喋ってるだけだろって。酔っ払ってはないんだけどね、今飲んではないから。酔っ払ってるだけだろうっていう感じなんだけど、え、なんだっけ、あ、そうそうそう。欧米人から見れば俺は同感に見れるかもしんないけど、まあいいよ、親父の年にしか見えねえな、アジア人から見りゃな。親父がなんか変なこと言ってら、昔のこと言ってらっていうぐらいのこと言ってんだろうけど、まあ椅子に座って、アリゲーターギター、え、これがアリゲーターこれじゃなかった、これテレキャスターか。あ、俺ね、テレキャスターが好きとかな、いうわけっていうか、テレキャスターはまあ嫌いじゃないんだけど、フェンダーテレキャスター。これが一番まあいい音で鳴ってくれるから弾いてんで、本当はこの手の形のタイプだと、フェンダー新ラインっていうのがあるのね。新ラインは、買うのにお金がすごくかかるからこれを弾いてるっていう。新ラインギターの名手っていうのはカーティス・メイフィールドとか、スライ・ストーンとかがいるから、それに憧れてこのギターを仕方なくじゃないんだけど、このギターで、まあそういう人たちに憧れて弾いてるんで、カントリーでは全くないんだよ。カントリー、あ、カントリーもいいよね。進駐軍が来た時に、持ってきたのがカントリーミュージックだったから、まあカントリーはあれなんじゃねえよ。目新しい海外の音楽だった当時は。うん、カントリーも楽しいよ。スライドギターが面白い。カントリー気持ちいいじゃんっていうな。コカ・コーラ飲んでると気持ちいいよね。進駐軍がコカ・コーラと一緒に持ってきた音楽みたいな。まあそれまではジャズぐらいしか海外の海外文化の音楽ってあんまり触れられなかった。日本人にとって目新しい音楽だったんじゃないかなと思ってる。そうそう、まあ日本の政府っていうかさ、日本政府の方針でこういう歌を歌えって押し付けられてた歌がもうへきへきしてたやつらが海外の音楽 に飛びついただけで、別に日本古来の音楽も好きなの知ってるだろうっていう。まあ洋服も丈夫で長持ちなら作業着だって着るし、うん、スウェッターっていうのはセーターのことな。搾取っていう知ってるだろ、スウェッタービジネスとかスウェッターカンパニーとかいうの。だから俺は別に LGBTQ の運動してるからアディダス着てんじゃねえんだな、丈夫で長持ちだから。先住民の人たちにちゃんと礼儀を果たす会社っていうのはどっちかやパタゴニアなんだよね。うん、そっちの方の意思表明をしている会社っていうのはこっちを着たいんだけど、これ買うのたくさん買えないし、たくさんっていうかまあね、いろんなたくさん買うの大変だ。こっちの方が安いでみんな。うん、それで
アリゲーターが、これアリゲーターってこんな形してたっけって、嘘だろっていうね、アリゲーターこれだっけっていうな、アリゲーターではないよなこれな椅子に座って機材にジャズを演奏するから、ちょっとバーカーいてちょっとベーカーいてちょっとベーカーちょっとバーカーいて言われてんのかな、おなごみたいな声でマイファニーバレンタイン歌っちゃったりしてっていうな、わかんねえ。まあこれはまあ暴走族ギター言ったろ、改造車だからさ、こんな感じ。